北鯖江駅は、福井県鯖江市下甲端町にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。線路の東側に開業当初からの駅舎が残り、駅舎とホームは、古船橋で連絡している。古船橋は、駅の裏にも伸びており、その部分は、西口とされている。無人駅であるが、当駅には、 福井県内で唯一、名誉駅長を JR 西日本金沢支社が移植している。駅舎に隣接してトイレが設置されている。一部がかさ上げされているホーム上の待合室に IC カードチャージに対応した自動券売機がある。駅舎側と西口側の2カ所に IC カード専用の簡易改札機が設置されている。福井県統計年間によると、 2019年度の1日平均乗車辞任は514人である。近年の1日平均乗車辞任は以下の通り、鯖江市のコミュニティバス、つつじバスが乗り入れている。福井鉄道とつつじバスが乗り入れている。駅舎のある東側は住宅地で小さなロータリーがつく。西側はカキの工場などが立ち並ぶ。 両側とも駐輪場と駐車場があるが、駐車場は西側の方が広い。ありがとうございます。